私が初当選を果たした平成5年の当時は、先生は当選8回を数え、我が党の大きな柱という存在でいらっしゃいました。いわゆる YKK として、大きな旋風を巻き起こし、自民党政治に新しいダイナミズムを与えておられました。自由民主党元副総裁山崎拓様、副総理大臣麻生太郎様、元衆議院議長伊吹文明様、元防衛省長官加藤浩志先生の自由民主党加藤家合同葬に臨み、プレゼンに謹んで、国家像を作るため常に国民と心を一つにしていた先生を失ってしまったことは、本当に残念でなりません。2年前、君がミャンマーに旅立つ直前に、赤坂で天ぷらそばを食べましたね。その時僕はずっと、大変懐疑的に思っていたことを思いって聞きました。それは、君は本当に憲法9条改正に反対か、という問いでした。君はうんと答えました。一言一句もかと、また聞きました。そうだよ、九条が日本の平和を守っているんだよ、と断言しました。振り返ってみると、これは君の僕に対する遺言でした。まさに日本政界最強最高のリベラルがこの世を去ったという思いです。最後に、いわゆる加藤の乱については、あれは一度も止めなかった僕が悪かった、すまん、という他はありません。